ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GT ナイトエディション2021年式5300キロこちらの車両になります。はい、めちゃくちゃいいのが入ってきました。そうですね、特別視聴者ですね。はい、そして今回、はい、ちょっとだけ勉強したんで、はい、計画的に喋ろうと思います。わかりました。はい、でまずAMG GT のところからおさらいしていきたいんですけれども、はい、出て結構経ちますね。経ちますね。2015年ですよね。はい、で2015年に発売で、これ SLS の後継として発売されてるんですけど、はい、セグメントを1個下げてるんですよね。はい、なんで、まあ、ちょっとこう価格差もかなりあったりだとかっていうことなんですけども、はい、そしてあともう一個大きいものとしては911の対抗馬として出してきてるんで、はい、まあ、サイズ感もかなり似通った感じ。そうですね。はい、幅に関しては結構あるんで、はい、まあ、ちょっと見た感じは違いますけど、はい、実測値でいくと結構その前高だったり前長に関してはかなり近いものがあると。はい、そしてもう一つ大きなトピックとしては、なんとここからメルセデス AMG がスタートしてるということ。そうですね。はい、それまでって一チューナー AMG だったのか、はいはい、ここの AMG GT の発売と同時に、はい、まあ、メルセデス AMG っていうもうメーカー純正チューナーとして、はい、存在する立場になってきたと。はい、そしてメルセデス AMG になってからリアのエンブレムも一部変わってるらしいです。はい、あ、そうなんですね。それまでって AMG モデルって右側に AMG のエンブレムだったっていうことなんですけど、はい、それが全部左側になって、あ、でちなみにマイバッハも同じく習って全部こう左側に、あ、そうなんですね。で、まあ、大きな区切りとして、はい、メルセデス AMG になってるらしいです。そしてあとはもうおなじみ F1 だったりとか、はい、DTM のセーフティーカーとしても非常におなじみの車なんじゃないかと。はい、であともう一つ非常に僕を混乱させたのは、もうとにかくなんかグレードとか限定車が多いということで、そうですね。はい、でこれが GT、GTS、GTR、GTC、はい、まあ、あとはロードスターもあったりとか、はい、あと限定車もこれ振り返ったらめちゃくちゃいろいろあるんですね。そうですね、何回か出てますね。はい、なんでいろいろ AMG GT って一つの括りにしてもいろんな仕様だったりだとか、はい、まあ、いろんな装備の車があるんで、はい、なかなか選びづらいと思うんです。そうですね。今回の車に関しては、はい、まあ、現行の一番もう最終形態の仕様といっても過言でない車になってくると思います。はい、そしてあとはこれマイナーチェンジだったりとかの歴史もこれ振り返ったんですけど、はい、2017年にパナメリカーナグリルになってるそうです。はい、そしてその後後期型にマイナーチェンジということで、はい、そうだったんですね。らしいです。なんで僕知らなかったんですけど、はい、てっきりこうマイナーチェンジのタイミングでパナメリカーナグリルになったもんだと思ってた。そうですね。はい、イメージ。そしたら資料を見たら、はい、なんか2年ぐらいずれてるらしくて。あ、そうなんですね。で後期型になったタイミングで、はい、まあ、こう外装のリフレッシュだったりとか、はい、あとメーターも液晶メーターになってて、はい、その辺の諸々の変更があったと。そして、はい、もう一回2020年に、はい、あの仕様変更が入ってると。はいはい、そこでエンジンが最初 AMG GT が460馬力でスタートしたものが、はい、現行型になって530馬力になってると。はい、でこれ S と同じ馬力になったということで、はい、まあ、S のグレードを消滅して、はい、まあ、基本的に GT、GTC、GTR っていうと、はいはい、そうですね、クリーンになってると。はい、だからもうここを一回復習しとかないと、そうですね、まずこう分からなくなってしまう。分からないですね。買われる方も多分その辺ちゃんとこう勉強していただかないと、まあ、あの売り手がねちゃんと勉強してれば一番いいんですけど、あの一番最初こう取っかかりの時に 何のグレード買おうかなっていうところを、まあ、勉強していただいてからの方がいいお車だってことですよね。そうですね。はい、なんでこれちょっとあの911に近いものを感じました。そうですね。はい、僕ら車屋なんで、はい、まあ、彼らカレーヤス、はい、GTS、はい、その辺違いこう分かるじゃないですか。はい、ただ一般の人から見ると911こんなにいろいろ装備が違って車が違うのってなるんで、はいはい、ますね。まあ、それと似通ったものがあるのかなと。はい、で今回ご紹介させていただくこのナイトエディションなんですけれども、はい、これが2020年8月発表された限定車ということで、はいはい、まあ、実際納車が始まっているのは2021年から1年ですね。はい、ですよね。でこれが一応内外装をこれから紹介しますけど、はい、ブラックで統一した、はい、名前の通りの車ということ で、ね、はい、でベースとなっているのは AMG GT なんですけども、GT ですね。はい、まあ、これに伴って、はい、まあ、いろんな装備もこう、はい、標準装備でついてきているということで、はい、かなりお買い得でもあり、ありますね。はい、でさらにその上のグレードの GTC にかなり近 い、はい、装備が整っていると。そしてこれ限定がなんと日本限定40台です。はい、でしかもその40台の内訳もこれめちゃくちゃ細かくて、はい、いや細かいですよね。これ僕混乱しました。はい、でまずボディカラーがこの
オブシジアンブラックと、はい、あとグレーマグノ の、はい、あのマットカラーのものと、はい、あとそれのロードスターということで、はい、でそれぞれ3つ、はい、でなおかつその中でも右左あるということ で、ねはいまあ、5台ずつだったり10台ずつだったり15台ずつだったりでトータル40台なんですけど今回ご紹介させていただくこのオブブラの、はい右ハンドルに関しては10台限定ということ で、はい、日本に基本的には10台しかない10台しかないです、はい、ただこれ本国とか海外のを調べたら、はい、どうも限定じゃないみたいであそうですね、はい、期間限定の受注できる車両だったみたいな感じだと思うんですよ、はい、おそらく、はい、僕の調べた限りだと、はい、なので現行のゲレンデのエディション55みたいな、はいはい、あんな感じだなっていう、はい、あれも確か日本だと限定ですけどそうです、ねはい、あの本国だと期間限定の受注の車両なんですよねそうですねっていう感じになってくるんじゃないかなと思います、はい、そして専用装備盛りだくさんなんで、はい、まず外装から見ていきたいんですけど、はい、その前に最初に触れたそのサイズ感の、はい、全長の方が4544、はい、全幅の方が1939で全高の方が1287ということで、はい、あのこれ992の彼らと比較してみたんですけど、はい、全長ほぼ一緒一緒ですね、はい、で全高に関してもほぼ一緒、はい、で全幅だけ彼らと1852なんで、はいまあ、随分こう広くなっ、ね、ワイドになってるっていう感じなんで、はい、そんな感じになんかこうパッと見ると見えないんですけどそうですね長さもすごい長く感じますけどいや感じますよね実測値でいくと、はい、そんなにこう幅以外は変わらないということ、はい、そしてエクステリアの部分、はいまあ、先ほど触れた通りもうとにかく真っ黒ですねそうですね、まあ、この辺とか下の部分とかだシルバー系が標準だと思うんですけどこの辺ももう真っ黒になってますので、まあ、逆にこう、そうですね言うとパナメリカーナのメッキがちょっと残ってるかなぐらいなイメージですかね、はい、あとエンブレム類がエンブレム類ですね、はい、残ってるぐらい で、ねはい、もう本当にうちの仕事なくすのやめてもらったらいいですかもうすることがなくなってしまいます、はい、そしてあとはヘッドライトなんかは当然後期型ということで、はい、こうつぶつぶからこのシュッとしたデイライトのタイプに、はい、当然なってると、はい、で黒いいっすねやっぱりこの黒いいですねでこれオブディシアンって、はい、あの鉱石の名前なんですよ そうみたいですね、はい、なんでそれのメタリックというか、はいはい、ミネラル系のそういうキラキラの感じになって、はい、もうメルセデスだと定番の色ですよねそうですねでこれもなんか途中から追加されてるんですよねすそうですなかったと思いますそうですよね、はい、最初設定がないのを途中から追加されてこの色が追加されてると、はいはい、そしてあとは早速やってまいりましたホイールの方、はい、こちらも、専用のホイールが装着されていると、はい、これが専用のマットブラックペイントAMG Y スポーク、サイズの方がフロント19インチ、はい、でこれタイヤも、初期のものより少しだけ太くなってるんですそうですね、はい、最初255からスタートしたのが、はいこちらの車両だと265、3519が装着されていると、はい、足元もいいじゃないですかこれいいですねこれもちろん単造ですよね単造ですねそしてスポークにはこの AMG のロゴも入ってる、はい、そして奥にはブレーキキャリパーこちらも黒ということで黒で、はい、もう本当に統一感があるそうですねまとめた感じですよね感じになっておりますそしてあとは足回り、電子制御の足回りもこちらの車だと標準装備標準になってます標準の GT だとオプションなんですよ、ね、オプションです、はい、なのでその辺の装備もバッチリ揃っておりますそして板尾さん、はい、1個あのチェックし忘れてたんですけど、はい、ブレーキのローターも2019年から大きくなってると、はい、そうなんですかあそれ知らなかったです2019年以降は390倍になっているということで、はい、一回り大きいローターが装着されているあそうなんですね、はい、それは知りませんでしたそしてこのシルエットじゃないですか、はい、そうですねロングノーズショートデッキ、はい、びっくりするぐらいのロングノーズですよそうですねもうこの AP ジャーの演奏戦の遥か前にこのタイヤという、 そうですね、あんまりもうこういうシルエットの車ってないですよね本当にスーパースポーツそれでもないですよねなんか昔の S30Z とかあのぐらいのなんかはい、そうですねバランス感覚感覚はそうですよねでまた細かいところ見ててもかっこいいんですよ、はいはい、後期側の下のこのダクトだったり、はいはい、あとさっきちょっと下見で触れてましたけど、はい、これミラーの付け根とかめちゃくちゃかっこよくないかっこいいですよねそしてあとはもう全部黒くなっててこの窓枠も黒いんですけれども、はい、下側これモールないんですねないですはい、あのアストンの DBX みたいじゃないですか、はい、そうですねこれないと随分なんか車がシャープに見えますよねシャープに見えますよねこの辺のデザインの完成度もさすがだなっていうかそうですねそしてルーフが、はい、なんとこの真ん中がカーボン出てますけど、はい、全部このカーボンルーフになってるそうなんですでしかも驚きなのが、まあ、ここ段差塗装の段差全くないんですよないですねでも純正なんで当たり前といえば当たり前ですけど、はい、塗ってるところと塗ってないところのこの段差がほぼない、はい、そしてこの塗ってある方もわずかにこうカーボン目が透けて見える透けて見えます、はい、これ屋内だから真っ黒に見えるんですけど、はい、外出たらもうちょっと透けますよねそうですねこのさじ加減も純正さすがだなっていう感じを受けました、はい、
そしてあとはもうとにかくいろんなところが真っ黒ということで、サイドスカート の, この先端だったりも全部真っ黒、はい、そしてこの抜群のプロポーションですよ。そうですね。そしてリアタイヤ、これ本当にすごくないですか。そうです、リアのだって、はい、タイヤの前に座ってる感じですよね、はい、そうですそうです、もうシートここすもんね。そうですそうですお手本のようなロングノーズショートデッキ、はい、そしてリアはもちろん太くなってて、295/30 20インチということで、はい、インチも一つ大きくなって大きくなってます。でタイヤ自体も全然太くなってくると、はい、これリアもかっこいいですね。いいですよね。バーも黒で、ただ車高とデズラはやっぱり純正だな。そうなんですよ。そこだけちょっとこうなんとかした方がいいかなって感じがしますね。この辺はご納車の時にご相談いただければ、はい、プラスアルファでやったりもできると思います、はい、そして後ろ、後ろもこれ最初僕見た時は丸すぎるなって思ったんですよ、はい、ただそれからいろいろ海外出張行かせていただいたりとか、はい、いろんな車を見させていただいて、はい、300SL っぽいなと思った。あそうですね、はい、メルセデスの名車 300SL、はいはい、まあ、もちろんそのテールランプもっと全然下だったりとか、ね、はい、形状も違いますけど、はい、なんかこう同じ流れを感じる、うん、そう組んでる感じしますよね。この丸いんですけどすっごいスポーティーな感じ、はい、でテールランプもこんな感じで、そして MG エンブレムが左に、はいはい、これ言われるまで全く僕も分からなかった。いやいや、はい、もう気づかないですっていう違いもあったりそしてあとはディフューザーも後期で形が変わってたりましたね、はい、あとマフラーのエンドも4本出しになってるんですよね、はい、丸4本出しだとどうしてもなんか5343のイメージですけど、あそうですね、イメージは、はいはい、カッターもしっかり黒くなってて、はい、そしてディフューザーも一応パーツ自体はここで切れてるんですけど、はい、下全部アンダーカバーついてるんですよね。かかってますね。だからディフューザーが、はい、のいわゆるこうレーシングな形状にはなってないですけど、なってないですね、はい、ちゃんとフロア、リアの車軸から後ろが全部真っ平らになっているということで、はい、やっぱり走りの車ですから、そうですね、その辺も非常に考えられたデザインになっています。続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装の前にこのドアノブだけメッキが残っているのが、そうですね、逆に気になってしまいました、はい、まあ、この辺もプラスアルファでラッピングしたりしてもいいのかなって、はい、そうですね、はい、そして内装も限定車の特別なところ盛りだくさんということで、はい、まず AMG のパフォーマンスシートパッケージ、はい、このレカロのシートが入ってると。これ背中のベルトホールなんかもちゃんと黒くなってて、はい、そうですね、はい、でステッチもこうダイヤモンドステッチで非常に高級感とレーシーさのあるこちらのシートもついております。でしかもこれがなんとベンチレーション付きということで、そうなんですよ、ベンチレーションついてるんですよ。これ漏れなくついてくるんですね、はい、これめちゃくちゃ良くないですか。これいいです。でシートヒーターも当然ついてるわけじゃないですか、はい、だからちゃんとこう快適装備も備わってるってこと で、あとはインテリアのナイトパッケージだったりとか、あとはエッセンシャルパッケージ、これがシートヒーター、はい、フットトランクオープナー、パーキングアシスト、フロントビューカメラ、パークトロニック、プライバシーガラスなんかの、まあ、欲しい装備が全部セットになったパッケージ、はい、そしてあとはトリムなんかも全部ピアノブラックになってますし、はい、あとエディションのプレートも、はい、前のところですかね、センターコンソールの前のところにもしっかりついてると。そしてあとはステアリングがめっちゃかっこいいんです。そうですね、これかっこいいですよね。パフォーマンスステア、そして各部が全部黒くなってるということで、はい、これ塗ったんじゃないですかっていうぐらい、そうですね、はい、そのぐらいもう徹底的に真っ黒になってる、はい、真っ黒になってます。こちらのシート当然ドライブセレクト付きでございます、はいはい、こんな感じの内装になってます。続いて乗ってみたいと思います、はい、このスカーフプレートもしっかり AMG になってて、これサイドシルめちゃ分厚くて高いっすね。めちゃめちゃ分厚いです。本当にまたいで乗る感じですよね、はい、そうですね、よいしょっていう感じです。そしてルーフもまあ低いんで、まあ低そう、僕のこう胸より低いんで本当にこう鏡ながら中に入る感じ。そうなんです。ただなんだろうな、ちょっとロータスって言ったら言い過ぎですけど、なんかこのすっぽり収まる感、はいはい、入るときは大変だけど、こう入っちゃったらなんかスポッとこうはまる感じですよね、はい、もうしっくりくる感じがあります、はい、そしてシートはだいぶスポーツですね。スポーツです、かなりスポーツです。でおなじみこのレカロなんで少し背中の張り出し感感じますけど、はい、他のパフォーマンスのシートより背中ちょっとこうなだらかな気はします。します、まあ、この辺ちょっと調整とかでできますんで、もちろん、はい、でそうなんですよ、調整がめちゃ細かくできるんですよ。めちゃ細かいです、はい、ただしづらいです。そうなんです、ちょっと手が届かないというかドアじゃなくてこっちなんですね、調整が。そうなんですよ。でここで手探りで、まあ、メルセデスおなじみのこのシートの形のスイッチで調整ができるようになって、ドアが開いてるので今そうやって見てあれなんですけど、確かに閉まってると本当わからないんで手探りで覚えていただいた方がいいと思いますね、はい、で定番のこのシートの形スイッチプラスこの後ろに丸いナンバーサポート、はい、あとそれプラスアルファでここ全
ここにこのスイッチがついてるので、ここの横の締め上げが全部調整できる、はい、だから14名ぐらいになってるんですかね。なってますかね。非常に細かい調整ができると、だからあらゆる体型にフィットするんじゃないかなと、はい、そして今全部下げてるんですけど、はい、めちゃ低いです。めちゃめちゃ低いです。あのもう視点が低い、低いです。そしてこれドア閉めてないですけど、閉めたらドアここですもんね。そう、もうすぐここに行きます、はい、レーシングカーじゃないですか。そうなんですよ。窓からこうちょこんって頭が見える、頭が見えるぐらいの感じです、ね、そのぐらいのシートポジションになっております。そして先ほど触れたステアリングはこんな感じで、アルカンターラじゃなくてダイナミカですよね。ダイナミカです、はい、でもうほぼ全部かな。そうですね、ここのトリムのとこと、あとセンターマーキング以外全部ダイナミカの、はい、そしてまだケバケバ感はかなり残っております、はい、そしてあと全部各部が黒くなっていると、はい、これいいっすね。これいいです。でパドルも当然金属なんで、はい、操作感かなりあるタイプ。そしてパドルもしっかり黒いという、黒ですね、はい、本当に仕事がないじゃないですか。でメーターは講義型なんで、この12インチの液晶メーター、はいはい、これおなじみっすよね。そうですね、こんな感じになっております。そしてレザーのパッケージも入ってるんで、ダッシュボードだったりも全部レザーということで、はい、ステッチもおしゃれですね。この辺入ってたりとか、そうですね、下側もダッシュボード下も全部レザー、はい、そしてドアも全部レザー、はい、ドアいいじゃないですか。ドアいいですよ。ダイヤモンドステッチも入ってて、はい、でこっちもレザーなんですね。下の方もレザー入ってますね。ただここは、はい、あの伸びちゃいそうです。伸びちゃいそうです。そこだけは、はい、ハードに使用すると、何でしたっけ、イタリア車でこんなのありましたよね。フェラーリとかもか、ね、はい、ビロビロになっちゃう。なんでこの辺は大事に使っていただいた方が。でこの辺のトリムもしっかり黒くて、あと不思議に思ったのは、はい、このパワーウィンドウのスイッチとか、はい、あとこの後触れようと思ったんですけど、はい、このキーはいわゆる C クラスで言ったら204の世代の、はいはい、このタイプなんですね。そうです。至る所一つ前の世代の電装パーツを感じます。残ってますよね、はい、ただステアリングだったりだとかメーターだったりとかっていうのはもうド原稿の、そうですね、はい、ド原稿じゃないか、1個前か、もう1個前、ね、次の世代が出てるんで、そうですね、出てますよね、はい、そういったもののパーツの組み合わせになっております。そしてあとはもう全体的に丸を基調としたこのエアコンの吹き出し、はい、こんな感じになってて、あとクライメート関係もこんな感じ、はい、でここプラスアルファこの上なんですよね、はい、はい、にハザードだったりだとか、はいはい、シートヒーターベンジレーションもこの辺ついてると、はい、そしてあとはこの辺はおなじみの、おなじみです、はい、ナビの操作、はい、だとこれチルトとテレスコ、はいはい、そうですね、電動がついてますけど、ね、はい、これオプションなんですね。です、はい、だこれは本当にベースの GT を買うと何にもついてないということ で、ね、はい、で今回のはもう限定車でついてるんで、はい、まあ、かなり装備もいいですし、まあ、この辺やっぱり限定車のお買い得なところなの、ね、そしておなじみのこの V8 デザインのセンターのコンソールに関してはこんな感じで、はい、エンジンかけると表示が出て、まあ、各部切り替えができるようになっていると、はい、あとは問題のシフト、シフトですね、ですね、操作がしづらいしづらいんですよね。本当に今撮影のためシートを一番後ろにやってるんで、はい、それでここなんで、はい、こんな感じになっちゃうじゃないですか、はい、そしてこの最高に押しづらいボタンですね、はい、パーキングのボタン、はい、ここはもう目をつぶりましょう、はいはい、ただ形状だったり関してはかっこいいですし、はい、操作に関してはもうこの操作感はかなりいいです。これしかも金属ですっごい重たいんですね。そうです、この金属なんですよね、はあ、はい、なんかおもちゃみたいなチャチい感じは全然しないです、はい、かなりしっかりした感じの。そしてあとはセンターのこの小物入れ、これ押しても開かないんですよね。そうですね、これ、はい、こうやらないと、はい、そして開けると、はい、この電池がなくなっちゃった時のスロットルと、はい、あとスマートキー、キーレス GO、はい、もうオプションなんですよね、はい、で今回の車はキーレス GO 付いてますんでそのままかけられますけど、電池が終わっちゃった時とかない車に関してはここになっております。そして USB が2ケットと SD カード入るようになってると、はい、レザーいいっすね。レザーいいですよね。全部ここもレザーだし、はい、ここもレザーだし、はい、至るところがレザーになっております。そしてペダルに関してはもうこのなんですか、トンネル感が、そうですね、もうトンネル感満載ですよね。足元めちゃ狭いです、はい、ただ、まあ、必要にして十分なスペースは取られてるんで、はい、まあ、ちょっとフットレストもうちょっと左に行けたらいいかなっていう感じはしますけど、はい、エンジンがかなりこう手前に寄ってるみたいなんで、はい、まあ、その辺も関係もあってか、フットレストもかなり中央に寄った感じになっております。ブレーキも右側に少しあれですかね、ドセンターって感じなんですね。じゃないですよね、はい、ただ運転のしづらさはあんまりないかなっていう感じはします。そして天井は全部ダイナミカということで、はい、めちゃいいじゃないですか。めちゃいいですよね。でしかもバイザーもそうなんですよ。よくあるやつだとビニール系な感じですけど、はい、ですよね、はい、
あのアルカンターラとかなっててもここそこだけはってあるじゃないですか。ポルシェとかも結構あるじゃないですか、はいはい、だからこの辺はかなりいいんじゃない、はい、でバイザーかなり小ぶりなんですけど、はい、ですね、下げるとほぼ前見えないです、はい、まあまあのこのくらいしかないですね、はい、わずかここしかないので、さすがに裏側ほどじゃないです、はい、アベンタとかってこう下げちゃうともう全く前見えないです、見えないですね、はい、そんな感じではないですけど、はい、バイザーこれはあんまり使えないんじゃないかなっていう気はしないです、はい、そして天井ここまで全部ダイナミカルになってると。そして天井一番シート下げれば僕175ですけど、はい、天井のクリアランスもあるんで、はい、まあ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 っていう感じですかね。そうですね、まだ結構ありますもんね、はい、ただもうちょっと視点高くして乗りたい方とか、はい、そうですね、僕より身長高い方だと窮屈感を感じるかもしれない、はい、そして全体的な視界としてはやっぱりフロントガラス傾斜してるのと高さがないんで、はい、視界は正直あんまりいいとは言えないかなっていう感じはします。そして後ろは意外にバックミラー見る限り、はい、あの視界悪くないです、はい、で今回の車はあの限定車とかみたいにウィングもついてないんで、はい、リアの視界はそんなに悪くないじゃん、はい、そして少しリア触れとくと、はい、リアここ出っ張ってるんでリクライニングがほぼできないですよね。できないです、はいはい、ということでこんな感じの内装になっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクは外からこれスイッチないんですよね。ないですね。室内か、はい、キーレスか、キーレスかで、もしくはオプションがついてれば、はい、フットがついてると。はい、お、そして当然手動なんで、はい、持ち上げて少し重たいですかね。ちょっとやっぱり長さあるのでちょっと重いと思います。ただダンパー効いてるんで、はい、まあ、女性の方でもいけるかな、ある程度上げていただければ感じです、はい、そしてこの開口部の広さと、もうコメントしづらい絶妙な広さのということで、そうなんですよね。ただおそらくゴルフバッグこう縦にいれば、はい、そうなんです、そうなんです、はい、2個いけちゃう感じですよ、ね、いけるかな、はい、あとはこう飛んでいくのだけちょっと防止するようにしていただければ、はい、なんかサイズ感的にケーマンとかなんかそんな感じの、あ、イメージそうですね、近いと思います。このぐらいの感じで、はい、そして横も少しえぐってあって、はい、まあ、長物も横にも入るのかなっていう気はします。 そうですね。そしてこの下はないんですよね。ないです。そうなんですよね。ないです。ということで決してこうめちゃくちゃ便利に使えるっていうわけじゃないわけではないです、はい、必要にして十分なサイズは兼ね備えてるか、はい、で後ろはこっちのターバーも入ってて、はい、でこれもしっかり黒くなってるんですね。黒くなってるんですよ。抜かりないですね。抜かりないです。で今気づかなかったんですけど、はい、シート のバックレストもちゃんとグロスブラックな、はい、あ、そう、グロスで塗られてます、ちゃんと、はい、めちゃ高級感あるし、はい、いいじゃないですか。そうなんです。こんな感じのトランクになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、あの最初に言っておきます。あのここだけでも買う価値があると思いますので、はい、なぜそんなに価値があるのか、はい、今から僕が説明しますので、はい、お願いします。でまずエンジンの方が、はい、3982cc V8 ツインターボの M178 なんです、はい、でいわゆるこう63系のエンジンが177、はい、550とかのエンジンが176ということで、はい、さらにそれよりこうパワーが出てる178エンジン、はい、これが AMG 専用のエンジンになってくるんですね。特徴としては、はい、なんとこれドライサンプということで、ドライサンプなんです、はい、低重心化が図られてて、はい、まあ、運動性能は上がるような仕組みになっていると、はい、でこれ搭載位置も、はい、この車軸のはるかに後ろ、そうですね、フロントミットになってます、はい、なのでここだけでもかなり買う価値があるんじゃないかと思います、はい、で馬力の方が、最初にも触れた通り530馬力トルクの方が 68.3 キロということで、はい、一番最初の GT が460馬力 S で510馬力なんで、はい、まあ、最初よりかなりパワーアップしたエンジンが搭載されております。で具体的に178のエンジン、これ AMG 専用エンジンなんですけど、はい、圧縮比の方が177が 8.6 だったのに対して178になると 9.5 ということで、はい、その辺がもうそうですね、高められてる、はい、だから先ほど下見でエンジンかけさせてもらったんですけど、はい、音も全然違う気がします、はい、あの後期型の63エンジンって少し音マイルドになってる感じしますけど、はい、なんか全然それを感じさせないぐらいのワイルドの音、はい、であとレスポンスが少し違う気がするんですよね、はい、なんか吹き上がりが全然いい気がします。します。気のせいかもしれないですそうです、はい、そしてあとはちなみにこの178エンジンって、はい、あの M133、はい、4号エンジンにかなり由来のあるエンジンって伊藤さん知ってました？それは知りませんでした、はい、あの4号エンジンをめちゃくちゃ乱暴な言い方したらですよ、はい、こう横に2つ並べて V8 にした感じらしいです、はいはい、イメージってことですね、はい、っていうのもボアピッチが全く一緒で、あの排気量もかける2ということで、そういうことですね、はい、基本設計がそこから流用されてる V8 エンジンみたいです。で当然いろんな63の、紹介で言ってますけど、はい、ナノスライドって言ってその F1 由来の、はい、シリンダー加工なんかもしっかり入ってる、はい、こんな感じのエンジンになってます。でさっき触れたドライサンプ、はい、ドライサンプと言ってたんですけど、はいはい、僕そこにオイル のここにフィラーキャップ、ね、フィラーキャップがあるって知らなかったっす、はい、だからもう別のところにその
オイルのラインがあるから、そうですね、そっからオイル入れるんですね。こっから入れるみたいですね、はい、なるほど。こんな感じのエンジンルームになっております。続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音も聞いてみたいと思います。お願いします。ということで、あ、IWC の時計ここ出るんですか。はい、混んでます。知らなかったっす。あの触る機会はあるんですけど、なかなかこういじくり回す機会はない。そうですね。あ、ここに出るんですね。そこに出るんですよ。なるほど。確かにつけるところないですからね、時計。確かにもうこのデザインだとないですから、ね。そして、まあ、グレード体系で、まあ、少し最初触れたんですけれども、はい、もう今回の車は限定車でいろいろ装備も充実してるということで、はい、ほぼ、AMG GT C 並みの装備がもうほぼ備わってるということで、はい、まあ、ないのは 4WS とダイナミックエンジンマウントぐらいなので、はい、そうですね、まあ、快適装備に関してはほぼ全部ついてるって思っていただいていいんじゃないかなと思います。はい、参りましょう。ただちょっとあの荷物置くところが、そうなんですね。そこだけっすね。そうなんです。ドアポケ使いたくないしみたいな。もうここの中じゃないですか。中入れると忘れちゃうパターンもありますけど。いや、閉まりません。はい、じゃあここ入れていきましょう。失礼しました。はい、ここも入らない可能性ありますね。入らないですね。でほぼ荷物がちょっと置いていただいて、はい、大丈夫です。持っております。ほぼ荷物がそこだけですかね。そうですね、ちょっとやっぱり荷物の置くところが、いやちょっとこのポジション最高すぎる。最高です。これもうポジションは本当にいいと思いますよ。上げるとすっごい上げられますよね。はい、でも僕一番下にして大体肩とこのドアのこれが同じぐらい。そうですね、ラインが同じぐらいですよね。はい、そしてあの AMG、 日本の AMG ってもう全部ついてるイメージですけど、はい、まさかのこの電動のチルトテレスコもオプションということで。オプションという、はい、よし、行きましょう。はい、行きましょう。ここの辺が理想だなっていう。そうですね、はい、これ逆にしてくれないですかね。そうですね、ドインクールだと。参りましょう。ちょっと待ってください、参りましょうの前にいいですか。はい、これ絶対レスポンスですよね。めちゃめちゃ上がるの早くないですか。177より全然いいですよね。いいと思います。これあの上がるのも早いし下がるのも早いですよ。スーンと落ちますからね。これやばい。でですね、あの前がどのぐらい長いのか久しぶりに乗ったら全然わかんない。いやいや本当ちょっと怖いですよこれ。で思うんですけど、あの、はい、慣れもあるかなっていう、はい、そうですね。これ全然話は関係ないんですけど、はい、なんか人間の脳ってすごくうまくできてて、はい、例えばなんかそのプロ そのスポーツ選手とか、はい、まあ、例えばプロゴルファーの人とか、はい、で、あの上手になっていくと、はい、その道具が自分の体の一部っていう風に脳が認識するっていう。だからゴルフクラブも、はい、ゴルフクラブを振ってる感覚じゃなくて、はい、ゴルフクラブがその体の一部っていう感覚に なってくるらしいですよ。極めていくと。もうだから手みたいな感覚ってことですよね。そうそうそう。アイドリングストップはちょっと精神衛生上良くない。結構来てますね、まだ。この車もこれだけなんかこうギュッて詰まってて、はい、この操作感もダイレクトなんで、まあ、乗っていけば多分車体感覚とかも割とつかみやすい車の方なんじゃないかなっていう。逆に特徴がはっきりしてますからね。そうですね、はい、だからロールスみたいなああいうこうちょっと感じとはまた違うこう大きさ感なんで、ね、すげえこれ。もう箱がこう動いてる感じですね。合成すごい。やっ
ぱりあの車のセンター、はい、ホイールベースセンターよりも後ろちょっと乗ってるじゃないですか。そうするとなんか動きがちょっと違いますよね。あ、そうですね、そうですね、そうですね、はい、フロントがこうグワーって動きます。そうなんですよね。あれ何でしたっけ、最近乗らせてもらって、あ、TT か。あ、 TT、 はいはい、TT ってもう自分を中心に前も後ろもこ う、ね、こう動いてる感じですけど、すね、はい、これって前が長すぎてこう動いてる感じします、ね、後ろの方に乗ってますからね。え、すげえ。で、音がうるさい、うるさい今コンフォートですけど、はい、それでもいや、それでも十分ですよね。まあ、そのマフラーが近いのもあるのか、はい、ゴー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 っていう。そうですね、ちょっと若干振動みたいなのもありますもんね。そうですね。え、これすげえな、やっぱり。ただ以前乗らせていただいた、はい、僕の記憶の限りだとむちゃくちゃ乗り心地悪かったイメージなんですよ。ああ、そうですね、わ、ね、かります、わかります、はい、だそれは確か前期型なんで、後期、はいはい、型でそれがどこまで洗練されてるか、はい、ちょっと試してみたいと思います。そもそもちょっと固めですからね。そうですね、はい、あとは後期型でいろいろこう大きくなったり液晶になったり、はいはい、まあ、ステアリングが一新されたりとかして、かなりこの内装のこのフレッシュさというか。そうですね、変わりましたよね。新しさは感じますね。すごいですよね、だって2015年からもう7年作ってるわけじゃないですか。7年ですね、はい。わわわわわわわ、すごいトルク。でブレーキのタッチもどうですか。あの、自然です。うわ、めちゃくちゃ効くっていう感じじゃなく、街乗りするんだったら、はいはい、ちょうどいい、もうちょうどいい感じですね。カチッって感じじゃなくて、だから GT カーの GT の名の通り多分 GT なんでしょうね、はい、あ、そうですね、はい、あ、ペダルタッチほんといい。いいですか。あ、じゃあいい、めちゃいい。まあ多分踏み込んだら効くんだろうな。うわ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 ちょっとやっぱり、ですね、乗り心地は、はい、あのお世辞にもいいと言います、はい、そうですね。ただ前期よりすごいこう足が動いてる感じします、はい、動いてる感じしますよね。前期ひたすら硬いじゃないですか。硬いです、硬いです。多分あのもっと速度レンジ高くなった時に、はい、安定するというかちょうどいいんだろうなっていう感じはありましたけど、後期がいいのか、その電制御の足回りがいいのか、タンタンタンって感じありますけど、むちゃくちゃなんかこう突き上げがある感じではないですね。ではないですね、はい。ただどこまで行っても固めなスポーティーなセッティング、そしてステアリングはこれすごいっすよねあのめっちゃ遠いところにあるんですけど、はい、ステアリングでこうハンドルがこう切った瞬間にあれですね、レスポンスもちょうどいいし、はいはい、あのなんていうんですかね、こうタイヤの向きがわかる。わかりますね、はい。なんかもうカート乗ってるみたいな、はい、そのぐらいのなんかフロントの接地感がめちゃわかるっす。でそれにプラスしてもうこの背中でこうどっしりこう車がこう何ですか、構えてる感じがわかる、はい、これはすごい。久しぶりに乗るとめちゃくちゃいい車ですね。そうですね。いや、だからこれ用途次第ではもう最悪の車だと思うんですよ。いやいや、そうそう、いや、まあ、あのどっちかっすよね、もうこれは中狭いし荷物は置けないしリクライニングはしないし、だからその求めてるところによってはもう全然こう何ですか、絞りすぎちゃってて。そうですね、ハマる人にしかハマらない車だと思うんですけど、これでもだから本当に911の対抗馬として出してるだけあって、うん、その辺探してる方は一回乗ってみてほしいですよね。そうですね、ちょっとこれあの気にしていただけるだけでももしかしたら新たな発見というか面白い発見かもしれないですよね。まあ、もちろん F1 とかやっててもメルセデスってあんまりこうレーシングなイメージってあんまりないじゃないですか。ないですね、はい。まあ、限定車で時々激しいの出したりとか、はい、まあ、スーパーカー出したりしますけど、はい、どっちかというとなんか BM の方がまだレーシーな感じです、ね、メーカー全体的なイメージでいうとあるかもしれないですけど、はい、AMG GT はちょっと別格だな、これすごい。で、あの普通に乗ろうと思えば全然乗れちゃうんですよね。そうですね、うん、で、フロントタイヤが遠くだからかあのクイックじゃないんですよね。はいはいはい、まあ、そのステアリングのレスポンスはちょうどいいんですよ、はい、ただこう頭のこの回答性っていうかがすごいこうおおらかというか、多分本気で走ればもっとこうやったりできるんでしょうけど、そして圧倒的なトルクもう信じられないぐらいのトルク。え、なんすかね、同じ63系のエンジンでこんな違うんですか、はい、違いますね。でもちろんその車、まあ、大体積んでるのってセダン
じゃないですか、はい、1777、はいはい、まあ、ゲレンデとかにも住んでたりしますけど、はい、あのトップレンジだけあって車重もそれなりあるじゃないですか、はい、でこれってもちろんそのいろいろ削られてる分、うん、車重も結構抑えてあるじゃないですか、はい、だそのレスポンスが生きてるというか、はい、そうすごいな、後期いいな。そして大体後期になると静かになるはずが、うるさいですね、全然なってないですね。そして今スポーツプラスにしました。さあ問題の、ですね、 C ピラーのブラインドの視界がちょっと良くないかもしれないです ね、 そうですね。前後に関しては、特に後ろに関してはまあ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 って感じです。参ります。はい、スポーツにします。そうですね、ああスポーツだとこういう感じなんですね。やばい、これスポーツプラスはちょっとやばいですね。やばいです。あの介入が入るんですけど、はいはい、グリップしない、はい、スポーツプラスはちょっと危ないな。もうスポーツの時点で、はい、一般道だと完全に持て余しますね。そうですね、完全に持て余しちゃうです。グリップしないもこれちょっと乗ってないと分かんないですね、きっとね、動画だけだと。だからこれヨーロピアンマッスルって言った人がいるんですけど、はい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 、まさにそれですよね。そうですね、本当になんかアメジャーの、はい、最近乗らせてもらった GT500 とか、はいはいはい、あれちょっと感覚近いかもしれないですよ。あり余るパワーをこう路面に伝えて、もう信じられないぐらいの加速感、伝え切れてなかったですからね、はい、はっていう。でも電子制御が頭いいからこう、はい、わーってなっちゃうこともないし、ないです、すぐ制御が入ってググって、はい、すげえいいんじゃないですか。これはちょっと面白いと思いますよ、これいいな。ノーズの長さだけですね。そうなんですよね、ちょっとこれがやっぱり慣れるまで時間かかるかなって感じしますけど、うん、あとは使用環境を少し選ぶのかなっていう、はい、都内とかだとやっぱり取り回しは決してよくないじゃないですか。そうですね、これともう1台とか持つと最強でしょうね。そうですね、でレスポンスもやっぱり機能性じゃなくてめちゃいいです。めちゃめちゃいいですよね。で操作関係に関してはもうメルセデスなんでもう申し分ないです。はい、はい、素直、本当に車の動き素直。普通に乗ってたら普通ですよ ね、 普通ですね。今コンフォートに戻してましたけど、普通にちょっと音がでかいクーペ、もう全然普通に流せますもんね。でブレーキも本当にギュッ、唐突な感じないです。動力、一定の動力でもうグーって車を沈み込んでいく感じで、これだけフロントが長いからかは分かんないですけど、はい、ブレーキ踏んでもなんか前につんのめる感じじゃないですよね。ないですよね。車体がこう沈むようなブレーキングになってるんです。このスイッチがいまいちなんですよね。なんか、なんていうんですか、なんていうのかな、液晶がほんのちっちゃいじゃないですか。あ、ただ枠が大きいというか、ここもちょっとこうなんかこれ物理キーでも良かった気しますよね。しますします。確かに。逆にそれの方がこう高級感出るのかなっていう感じもしますよね。いやでもちょっと足がこんなに動くようになったらびっくりした。ね、前期もっと硬かったっすよ。硬いです。硬いです。これいいな。いやでもちょっとこれ。相場が若干上がっちゃうのっていうのが分かりましたね。うん、そうですね。ただまあプレミアついてないだけいいかなって。はい。だって信じられますよ。これが、まあもちろんそれ、これ後期の一番現行というか、そうですね。はい。一番、まあ新しい今のモデルですけど、はい、初期のモデルだったら、はい、めちゃお買い得価格で最近まで出てたじゃないですか。出てましたね。出てました。ほぼパッケージの間変わんないわけじゃないですか。装備とか違いますよ。はい。いかに今までお買い得だったかって感じですよね。はい。ですね、世の中の多分ほぼ 99% の人がずっとコンフォートで大丈夫です、はい、コンフォートで大丈夫ですコンフォートで、逆にコンフォートで十分です十分です。変わりましたねとか言って場合じゃないですよ、はい、じゃないですね、はい、だこの変化のギャップももしかしたら他のセダンの63シリーズとかより大きいかもしれないです。違いますね、違いますね、はい、もう
スポーツで扱いきれない感じまでいっちゃうんです、はい、いきますね。当然一般道なんで、もちろんその使い切るような乗り方できないですけど、少し踏み込んだだけでもうその片鱗が味わえます、ね、はいはい、いやすげえ感心しました。よくできてますね。いやこれは名車として残る気がするな。する。ただ車選び難しいっす。そうですね。だからどこをこう選ぶかで。そうですね、はい、前期にするのか後期にするのか、はい、グレードどれにするのか、はい、どの装備をマストですけど、だからポルシェに本当に近い気がします。そうですよね、はい、まあ、本当にその方が必要なものをこうチョイスしてもらえればいいんでしょうけど。早っ、ね、シフトもこれめちゃくちゃ早い気がするな。早い回転の上がりが早いからですかね。だと思いますよ。いやいやいや、これなんか、まあ、C63、E63、はい、S63 あるじゃないですか、はい、いやのクーペ版でしょうなんて言ったら大間違いですね。違いますね、全く別の車ですね。これすごい。だって横から見るともう車軸に全部エンジンもキャビンも全部収まってるんですよ。そうですね、もう重量物の先端と後端になんかタイヤホイールがついてる、はい、そうですね。いやこれちょっと全然あのドライビングスキルなんかないですけど、走り行ってみたいですね。あ、これでですね、はい、はいはい、なんだったらサーキットとかもちょっと走ってみたいと思いきや、こうやって街乗りも普通に乗ろうと思えばこなせちゃうっていう、ね、いやーだいぶ良かったっす。良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれマジでいいっすねびっくりした。すごかった。いやで後期すげー洗練されてる。いやすごかった。これは前期の荒削りな感じもいいですけど、はい、後期マジ洗練されてます ね、 そうですね。前期はちょっとなんか 荒いイメージしかないですよ、はい、63でこの年代の63って後期洗練されてるけど、はい、ちょっとあの牙抜かれた感ないですか、はいはいはい、逆にそうですよね。そう、音ちっちゃくなってたりとか、はい、ちょっとこうマイルラフな感じなくなっちゃってるじゃないですか。そうですね、これめちゃめちゃありますね。やばいっす、かなり残ってますびっくりしたっすよ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけど、はい、AMG GT めちゃいいっすね。いいですね。あのいいなってずっと思ってたんですけど、はい、今回いろいろ勉強して乗ってみて、はい、あの良さを再確認しました、はい、そしてこう年代が割と長めに売られてる車なんで、はい、割とこう価格帯が手頃な車もあったんですけど、はい、最近なんかこう、いやそうなんですよ、はい、下の価格帯の車がだんだん上がってきてるという現象が起きてるみたいなんで、はい、でしかもおそらくもうモデル末期じゃないですか。ですね、はい、で次あるのかどうかもわからないし、ね、まあ、このメルセデスの電動化の波に、はいはいはい、多分出るとすれば乗っかっちゃうと思うんですよね。いや多分あのモーターがついてくるだろうっていうのはあの安易に予測できますんで、はい、なんでぜひ興味のある方は、はい、もう多分これはこれでおしまいになってくると思います、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GT ナイトエディションを紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。